こんにちは、片岡のぶえです。心のこと、体のこと、生き方のことなどお話ししています。よろしくお願いします。今日の動画はですね、ちょっといつもと趣向が違うんですけれども、こちらの YouTube チャンネルですね、ようやくチャンネル登録者さんが500人を超えました。ありがとうございます。解説して動画をアップし始めてから1年半ぐらい経つんですね。動画数もまあおよそ300本近くになってきて、登録者さん500人ということで、本当にありがたい話です。何かのご縁でね、どこかで見つけてくださって、見ていただいてチャンネル登録しようと思うということは、まあ他の動画も見てみようかなと思ってくださったということなので、もう本当に配信している側としては非常に孤独な作業にはなるんですけれども、すごくありがたいなと、励みにさせていただいております。そこでですね、YouTube をやってみようかなって思われてる方とか、これから頑張っていかれる初心者の方に向けて、ここまでの500人まで登録者さんが増えた奇跡ですね、この歩みをちょっと内側を晒してみようかなと思います。何かのご参考になればいいかなと思うんですが、ただまあ何でしょうね、その YouTube に取り組む姿勢としまして、私は YouTube で収益化を図ることを目的としていないので、どちらかというとここからご縁がつながってカウンセリングをしてますので、そちらの方に動いていただきたいなという思いと、ご覧いただいた方に少しでも気持ちが楽になるような情報をお届けできればなということを意図としてやっているので、チャンネルを収益化したい方にしてみればあまり参考にならない、お話になるかもしれません。それだけはね、先にお話しさせていただきたいと思います。どういう状況でここまで、ね、500人まで増えてきてくださったのかっていうところを、チャンネルのアナリティクスの方を、ね、共有して見ていただこうかなと思います。こんな感じで、上のグラフがチャンネル登録者さんの推移でしたが、チャンネルの訪問者さんの動きが1年半の分ずっとグラフになって出てきているのを並べているんですけども、まずこの最初の線がチャンネル登録者さん100人になった時で、200人、300人、400人、500人とこんな感じで増えてきてるんですね。なので、もう見ていただいて分かると思うんですが、100人に到達するまでが本当に長いんですよ。で、長くって半年以上かな、1年近くかかってたかなと思います。で、そこから少しずつ増えてきていただいて、200人から300人とかすごい期間短いですし、この先もなんですけど、他の時に比べてみるとやっぱり100人ずつ増えていくペースが徐々に上がってきてはいるんですよね。で、その間やっぱり YouTube の方で認めてもらえるというか、継続して動画上げてるチャンネルだなっていうのを分かってもらえると、 YouTube のおすすめとか関連動画に上がりやすくなってくるんですよね。そこからじわじわ増えるペースは上がってくるのかなと。そのきっかけなのはやっぱりこの100人のところなのかなと思います。2つぐらいね、山があるんですね、訪問者さんが。この時はちょっと上げた動画が割とよく見ていただけた時でして、こういう時にやっぱり関連動画にどん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 連鎖的にね、出していただけたから、たくさん見ていただけて、でそれと同時に登録者さんも増えたきっかけになったのかなと思うので、これもやっぱり関連とかに上げていただけるようになってから起こってきた現象ですね。ちょうどタイムリーな話だったりとか、興味を持ってもらえる話ができたからっていうのもありますけども、まずは YouTube さんに認めてもらえたかどうかっていうのが大事なポイントだったのかなと思います。そんな感じでね、ゆったりではあるんですけれども、ちょっとずつ加速していってる感じ分かってもらえるかなと思うんです。なので、どう考えても100人まで、100人登録者さんが増えるまでっていうのが一番応える時期だし、一番気持ちが萎える時期だと思うんですよ。でもここで超えていくことで少しずつ相乗効果が上がってくると思うので、本当に最初の頃って上げても上げてもなかなか見てもらえないし、すごく萎える時期だと思うんですが、この100人まで、ここまでだけ一生懸命頑張ってもらったら続ける意義はあるんじゃないかなと思います。 YouTube のチャンネル登録者さんが増えていくっていうところはやっぱちょっと難しいところがあるなと思うのは、ブログ SNS なんかは相互フォローとかいうのがありますよね。文化としてね、お互いにフォローし合いましょうよみたいなことが
ができるので増やせるんですね。メルマガや LINE なんかの場合ですと、登録していただいた方には何かしらのプレゼント特典がありますよということでお誘いすることもできたりするんですが、 YouTube の場合はそういうのが全部禁止されてるんですよね。なぜならば登録者人数によって収益化されていく、そこに影響があるので、お金が絡んでくる部分になるので、まあお互いに増やしていきましょうとか、数増やしっていうことが禁止されているという意味では、他のブログ、SNS、メルマガ、LINE などに比べると、見ていただく方、登録者さんを増やしていく、増えていっていく段階が非常に難しいところかなというふうには思います。なので本当にできることってコツコツアップしていくこととか、 SNS などでもただまあシェアをするだけっていう形になっていく、他の場面で努力をしていくだけになっていくのでね、まあ本当に最初の頃萎えますけども、そこは頑張って乗り越えて、ご自分がね出したいと思う動画、見てもらいたいなと思える動画をコツコツ続けていく、継続こそが力になっていくと思いますのでね、お互いに頑張っていきましょうということで、少しでもねお役に立てればと思って今日はお話しさせていただきました。今後もねコツコツ動画アップしていきたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。ということで今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたらチャンネル登録、高評価ボタンの方お願いします。またコメント欄にご意見、ご感想、ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。